皆さんこんにちは、タロット使いのイマンです。いつもご視聴くださり本当にありがとうございます。今日は短めでちょっとしたメッセージをお送りしたいと思います。使うカードはこちらのマップオラクルカード、こちらはアドバイスとして引かせていただいております。そして私がいつも占いをしておりますマルセイユタロット、こちらで今のあなたの姿を映し出そうと思います。そして、プチルノルマンカードで、メッセージに従った場合にあなたが得られるもの、ちょっとした贈り物のようなものは何なのか調べております。今日の選択肢は ABCD なんですけれども、ナンクルカードというカードを置いております。お好きな絵柄をお選びくださいませ。A は宇宙のひとしずく、 B はワッター、 C はパワーアップ、 D は突き抜ける。以上です。それでは A の宇宙のひとしずくから読んでまいります。はい、ではこちらで こちらの贈り物は後で開きます。ではアドバイス見てまいります。バーン、スタックインザマッドですね。そして今のあなたの様子は女帝の逆位置でスタックインザマッド見てますね。はい、それではささっと読みますね。このあなたがこの今この泥ぬかるみにはまっている。でもこの聖地で出た時には動かずに今の状況を見てほしいと伝えているんです。要はもしもここにぬかるみがなくて、草原だった場合はあなたは何か目的の場所があってそこへさっさっさっと行ってしまいますよね。でもそこへは行かないでくださいということでここに留め置かれているというふうに考えてみてください。邪魔をされていけないでいるというのではなくて守られていると思ってみてください。で、今はもうその場所で立ち止まってもがくのではなくてこの周囲をその時間を利用して静かにとどまって周囲をよく観察してみてください。ここでこのゾウさんがもがいているというのではなくあなたにはこの鳥のようになってほしいんです。じーっとしてきっといろんな音を聞いていい空気を吸って何か思っていると思うんです、いいことを。なのであなたにもここにとどまって、もがいていたのでは見えなかったお月様を見たり背中に乗っている鳥のことを感じ取ったりそういうことをしてほしいんです。で、要は観察をして楽しんでほしい、別の観点から今の状況を見直してくださいということです。で、あなたの今のあなたはどういう状態かというとこれ新しいアイデアを受け入れないでいる状態なんです。ぴったりきますよね。何か新しい見方、あ、そっかっていうようなそういうひらめきが得られないでいるんですよ。ここでなんでこんなところでハマっちゃったんだろうともがいているために得られないんですよ。じっとしていればわかります。あなただったらひらめきの人です、大丈夫です。で、そうした時にはどんな贈り物が得られるか開いてみます。花束出てますね。花束です。もう絵の通り美しい贈り物です。すべての事柄に幸運です。はい、以上です。次 B の方、こちらのワッター選んだ方です。贈り物カードは後で開きます。ではあなたへのアドバイス、エンカレッジメントですね。そして今のあなたの状態は太陽の逆位置ですね。はいはいはい。この言葉が出た時はこのカードが出た時は耳を傾けてくださいっていうことなんです。キリンさん見てくださいね。
言葉には2つあって、実際に口から語られた言葉と語られなかった言葉っていうのがありますよね。で、語られた言葉というのは耳で聞く言葉、語られなかった言葉というのは心で聞く言葉で、あなたはその両方、どちらかかもしれないですし、両方ともかもしれないですね。何かよく聞いていないところがあるのかもしれないです。で、大切なものを守るために、関係かもしれないですし、何かお仕事かもしれないです。あなたの大切にしているものを守るために、今ちょっと耳を傾けてちゃんと聞いてください。語る時ではなくて聞く時なんです。相手が語った言葉、語られなかった言葉、その人が思っていること、気持ちを受け取ってほしいんです、メッセージを。そういうアドバイスです。で、太陽の逆位置となると、これは他者とのコミュニケーションに問題があるというふうに私は読みます。内的な結びつきの崩壊という言葉もあるんですけども、要は他者とあなたが、心と心で結びついている、それがちょっとできなくなっているのかなという、今のあなたに出てるアドバイスだと思います。では、そこをちゃんとした場合に、そのあなたに贈られる贈り物は何でしょうか。本ですね。これね、本なんですけど、見てください。ここね、鍵穴がついているようなちょっと厚い本なんですよね。ちょっと立派な本なんですよね。で、この本の中には何が書かれているかというと、あなたに有利な秘密が書かれています。聞くこと、一生懸命相手のことを聞くことによって、何かあなたに有利な秘密を知ることになると思います。お楽しみに。はい、次 C の方、パワーアップを選んだ方です。はい、こちらです。では、贈り物は後で見ます。今のあなたへのアドバイスはメイキングアチョイスですね。分かれ道、そして今のあなたを映し出す運命の輪ですね。はい、ではさっと読みますね。これはもう直感とスピリットの導きに従って選んでください。要は選ぶところにいるんですよね。ここにいるんです。どちらへ行こうかというのはあなたの直感で選んでください。いろいろ頭でいろいろ考えるのではなく、直感で選んでくださいというアドバイスです。で、こちらは今回私がこういうふうなものを受けると、やはり今のあなたは自分自身で現実を想像している、そういう状態ですね。だから選択きちんと選べると思います。そんなあなたですね、今。はい、で、そうした場合にあなたは何が選べる、何が贈られるか、あなたへの贈り物ですね。あ、クロスですね。あ、これはね、重いですよ。重いです。重いものを感じますね。どういう説明しましょうか。これはちょっとね、あなたが得られるものは崇拝のようなものなんですよね。で、それは素晴らしい、やっぱり魂の成長が得られると思います。なので、ここで選んで、あなたの直感に従って選ぶ道というのは間違っていないんですよね。で、間違っていないんですけども、それが楽で仕方のない道ではないということなんですよ。イコールじゃないんですよね。あなたの魂の成長のために、いろいろ感じたい感情とか、通り過ぎたい道っていうものがあるんですよね。こなしたい仕事、魂の仕事のようなものもあります。そこをきちっと直感が教えてくれるので、その道を選び、そしてあなたの現実をクリエイトしながら、いろいろな大切なものを経験するんです。その結果得られるのは、もう本当に魂の成長、崇拝されるような魂の成長です。とっても素晴らしいことだと私は思います。ただ、私がすごく軽くあなたを喜ばせてあげられればそれでいいんですけども、私は正直にそうは言いたくないですね。
何かそれ辛いこともあるかもしれないですよ、うん、痛みなどもあるかもしれないんです。でも あなたが選ぶ道には絶対に間違いがないです。死ぬ時にあこれでよかったって思えるので、はい、ちょっと重くなりましたね。簡単メッセージと言いましたけど、はい、素晴らしいです。はい、次 D の突き抜けるの方です。はい、こちらの贈り物カードは後で読みます。ではあなたへのアドバイスですね。クリーニングハウスですね。これはもうこの絵の通りなんですけど、はい、で今のあなたの状態です。星の逆位置ですね。はい、これはねもうこの通り大掃除をしてくださいということなんですけれども、お家の中もあるかもしれないですし、あなたが何か抱えている仕事がちょっと散らがっている状態なのかもしれないですね。溜まっているとか、家事であれ本当のお仕事であれ何かちょっとごちゃごちゃっと溜まってしまっているのかもしれないですね。あとは気持ちの問題ですね。何か感情的なものが心の中に溜まっているのかもしれないですね。とにかく大掃除してくださいと、軽く自由になってくださいっていうことなんです。この絵見てると、まあ、すぐに片付けられそうな絵ですよね。この辺とかちょっと寂しいような感じになってますけど、で、そうなってくるとこちらね、なんかね今回は単純かもしれないですけど、浪費とか無駄な出費が私には感じ取れるんですよこれ、要はこの人が水をジャージャ流している、浪費とか無駄な出費の方に私はちょっと感じますね、実際これは現実的なことなんですけど、この家の中に溜まってしまっているもの、あなたが無駄な買い物したものとかないでしょうかね。もしそんなものがこうあって本当にもう必要でないのにっていうことになれば、まあ、これもやめてほしいですし、必要なければもう捨ててくださいね。お掃除してください。そうすると本当に軽くなるんです。スペース作ってあげるとそこのスペースにもっといいものがやってくるの で単純にお家の中のことだけ言っているのではなくて、心の感情を捨ててスペースが空いた時に入ってくるものは素晴らしいものです。素晴らしい経験であったり、素晴らしい現実であったりしますので、はい、ではこうした時にあなたが、はい、ちょっと浪費はもしなさっているようなら無駄な買い物とかやめてくださいね。得られるものはクローバーですね、これはもう偶然出くわす幸運というか、単純にもう本当に小さいことから大きいことまで何があるかはわからないですけど、いずれにしよう幸運です。いずれにせよ幸運です。で本当にちょっと思わぬ拾い物をしたりとかそういうこともありますし、大きな意味のものもあります。はい、お掃除をしてくださいね。はい、以上です。それでは今日のリーディングはこれでおしまいにいたします。ご視聴くださりましてありがとうございました。愉快な時をお過ごしくださいませ。